はい、じゃあよろしくお願いします。今回は国語の文節丸1をお送りします。で、前回からね、国語がスタートして、前回は言葉の単位ということで、まあ段落と文化をね中心にやったんですけど、ここからね文節について動画を3本撮っていきます。そのスタートだね。で、今回はポイントも含めて全部で5問問題がありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって分かんないのがあれば、今からね説明しながら問題解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から説明始めていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、言葉の単位を前回やって、まあ5個に分けられると。で、まあ文章はね、一番いい、まあどうでもいいんですけど、段落と文についてはまあ前回の動画でチェックしてもらって、で、もっと小さい単位のまず文節から、で、単語はね、その文節が終わってからやりますが、まず文節をこうね、切れ目を探すというか、こうなんだ、何個あるんだみたいな問題がよく出てくるんだよ、テストとかね、受験の問題でも。で、文節っていろいろルールがあるんですけど、まず大前提としてこのルールを覚えてください。これが1つ目でね、文節の切れ目を探すとき、どこで切れんだろうなって探すときは、ほにゃららを入れてみようと。で、これはいろんな言葉を言う先生がいるんですけど、一番はねです。ね。で、あとさを使う先生もいるんだけど、まあほぼねだと思う。で、俺もねを使います。で、ねを使うってなんだと。で、それをね、問題やりながら確認していくんですけど、で、このね、2、3、4、ここの3問は、次の文節の切れ目にこうね、斜め線を書いてみようという問題です。つまり、どこで切れるのかを探してみようと。で、2番なんだけど、妹は本を読むのが好きだと。で、この文があるでしょ？で、これがどこで切れるか、文節がね。で、その時にこのねを使います。で、先に答えから言います。で、どう使うか。これね、妹はね、本をね、読むのがね、好きだねっていう風に切るんです。つまり、ねを入れてね、間に食い込んでって、それでも意味がちゃんと通るような読み方をすると、文節で切れるんです。基本的には。まあ、ちゃんとね、覚えるんであれば、意味が変にならないように切ると。違和感がないところで切るなんて言い方をするんですけど、一番の大前提はこのねを使ってください。もう一回言うよ。妹はね、本をね、読むのがね、好きだねって、こんな感じです。それさでもいけるんだけどね。妹はさ、本をさ、読むのがさ、好きださ、最後はおかしいけどね。まあどっちでもいいです、好きな方でね。で、こうやって切っていく。で、今回文節の動画は3つ撮ります。で、なんで3つ撮るかっていうと、まず大前提はこっからいく。根を使って切ってみればいい。ただここのルールとか、まあ、次の動画で取るルールとか、特殊なルールが何個かあります、文節については。で、それを含めて解いていけば基本的に解ける、文節はね。ただしちょっと厄介なのが、特殊なルールが結構あるんです。だから今回動画で取り上げるのは、もうここを押さえておけば大体いけるというのを取って、で、あとは練習問題とか、みんながね、こうね、塾で使うワーク、まあ受験勉強で使うワーク、なんでもいいですけど、そこで解いてみて、あれ、この時こういう風にこれ切らないんだとか、あ、これは切るんだみたいなのを練習積んでいけば、受験問題でも、ね、学校の問題でも解けるようになりますので、まず大前提押さえていきましょう。じゃあ次ね、3番。部屋をきれいに片付ける。で、これも根を入れて切っています。で、どう切るか。部屋をね、きれいにね、片付けるねと。こうやって切ってください。だからもっと切っちゃうと、部屋、ね、をね、きれいねとか、そこまで切んなくていいってこと。部屋をね、きれいにね、片付けるねと。こんな感じで切ってください。で、4番。今日は友達とカラオケに行く。で、これを切っていくと、今日はね、友達とね、カラオケにね、行くねと。こう切ります。今日はね、友達とね、カラオケにね、行くねと。いいね。これが文節のまず大前提な解き方。で、もう一個、特殊ルールの一つ、まず今回は取り上げます。で、それがポイントの中。複合語。これ、複合語は後で説明しますけど、これはね、2つの言葉。こういう2つの言葉がくっついたものです。これを複合語と言います。まあ、3つくっつくときもありますけど、まあ、言葉がくっついてると思ってください。で、その時は分けずに1つの文節として数えようと。これだから、つまり複合語は分けないでってことです。
で、どういうことかっていうと、次の言葉の中、これ、ね、6個言葉がありますけど、この中で文節の切れ目があるもの、だから今あらかじめ切んなきゃいけないものに斜線を書いてみようという問題です。で、これはまず押し出す。でしょ？押し出す。で、これ実はですね、まあ言葉で予想つくと思うんですけど、押すっていう言葉と出すっていう言葉がくっついて押し出すなんです。いい？押すと出すがくっついてる。で、こういうのを複合語と言います。だから、これは切らないんです。もしこういうね、文章の中に押し出すという言葉が入ってても、押し出すとは切っちゃダメということです。でね、これ言われた時に、いやいや切らねえよと、こんなん言われてもね、と思う人も多いと思うんだけど、これね、文節の問題っていっぱいやっていくとパニックになります。なぜなら、この後に、この時は切る、この時は切らないって本当に多いんだよ、種類が。だから、あれ？これ、押しね、出すねで切るんだっけな？とちょっとね、本当思い始める。だから、複合語と言って、あ、押すと出すがくっついてるんだ。だから、これは切らなくていいというふうに覚えてください。いいね。これは切らないです。で、次。注意する。で、これはね、もうキーワードで、ほにゃららするっていう時は基本的に切りません。いい？注意するとか、まあ、ノックするとか何でもいいですけど、ほにゃららするって時はくっつけない。あと、注意とするがくっついてる複合語なんで、これは切らずにこのまんま言ってください。するはよく出てくる。けれど、次。散歩をする。これは切ります。散歩をね、するねなんで。厄介でしょ、この辺が。で、これは、散歩をっていう言葉とするがくっついたわけじゃないんだよ。もしこれが、散歩するだったら、散歩とするがくっついてるんで切らないんです。でも、散歩をするになった場合は、散歩をね、するねと切ってください。いいかな？これまあ、するのね、扱うときの注意です。で、次が、書きにくい。これは、書くっていう言葉と、ほにゃららにくい。まあ、しにくいってことだね。っていう言葉がくっついた複合語なので、これは切りません。いいかな？まあ、書きね、にくいねとは切らないと思うんですけど、まあ、これは切らないと覚えてください。で、次。これが、細長い。で、これも、細いと長いがくっついてる。複合語ね。細長い。なので切りません。で、最後。揺れている。で、これも揺れるといるがくっついてる感じがするんだよ。揺れているって。でも、これは切るんです。揺れてね、いるねと。はい。な、この辺でね、ちょっとハテナが出てくると思うんですが、実はこの揺れているに関しては次の動画のポイントになります。で、ポイントとなるのが、ちょっと待ってね、色取りますね。この言葉、手なんです。で、こいつが出てくると新しいルールが発生するので、まあ一応入れてみたんですけど。いいかな？だからまず今回覚えてほしいのは、文節の切れ目を探す問題、まあ文節の数を数える問題が出てきたら、ひとまずねを入れてみる。で、これは練習です。いろんな問題で練習してごらん。絶対慣れてくるから。いい？で、まずこれを覚えてもらったら、次は複合語。二つの言葉がこうくっついてるときっていうのは切らないんです。押すと出すがくっついてるから切らない。書くとほにゃららしにくいがくっついてるから切らない。でも手があると切るんだみたいな。それは次の動画でやりますので、まずここはね、確認しておいてください。では、今回は国語の文節丸一をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はね、その文節丸2となって、まあ、この手の使い方と他のルールも取り上げていきますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこの辺で終わります。以上です。ありがとうございました。